どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい。真犯人フラグ。あ、違う違う。赤いナースコール。今日は第6回ですかね。いや、もう6回なんですね。まあ、10回だったらあと残すところ7、8、9、10、4回っていうことで、はい、もう折り返し地点をね、大きく過ぎてしまったわけなんですけど、毎回ですね、この赤いナースコール、バカバカしい、バカバカしいと言いながらね、なんだかんだ言って楽しいんですよ。楽しんでるっていうか、見てしまうんですよね。まあ、演出とか、幼稚臭いし、まあ、主人公のね、演技も、なんか茶番だし、みたいなね。まあ、もう全体として茶番劇ドラマなんですけど、まあ、それでもね、謎が謎を呼んで、やっぱ謎が気になってね、ミステリーが気になるんですよね。ついつい、毎回見てしまうと。それもリアルタイムで見てしまう。はい。まあ、今回のドラマではね、一番リアルタイムで見たいドラマですね。他いくつかね、見てますけど、まあ、あちらは録画でもね、TVer でも、TVer でもいいのかなと思うんですけど、この赤いナースコールだけは、なんかやっぱ気になっちゃうんで、リアルタイムに見てしまってます。はい。というわけでね、今回ですね、前もって言っておくと、第6話、めちゃくちゃ面白いです。もうなんかね、急に面白くなってきましたね。まあ今まで頑張って、まあ今まで見続けてきて、報われたなじゃないけど、今回は本当に面白かったですよ。特に終盤のラストシーンですね。はい、衝撃のシーンが待っていました。まずはね、冒頭、前回、このアリサとね、このおばあちゃんが、三上のおばあちゃんがね、この病院は怪しいとかおかしいから、私は知りすぎていたから殺されるし、あんたも知りすぎちゃうと殺されるよみたいな感じで、だから、二人で逃げましょうみたいなね。でも私には行くところがないんだみたいな感じで、そこにね、院長が入ってきたわけですよね。見つけたって入ってきて、まあおばあちゃんは病室に連れて行かれるんですよ。で、アリサだけは知ってるんですよね。おばあちゃんは認知症のふりをして、ボケたふりをしていて、この医師や看護師たちを、まあ、騙している。まあ、いわゆる詐病ってやつですね。認知症のふりをしていると。で、まあ、このね、アリサの部屋から、まあ、連れ出されてしまって、でね、まあ、次のシーンにはね、こう、アリサと翔太郎が二人で外を歩いてるんですね。外出許可出たらしいんですよ、アリサにね。まあ、外って言っても病院の敷地内ですけど。で、二人で歩いているわけなんですが、顔に包帯を巻いているなら外出許可を出しましょうと、看護師の野田さんから言われたらしい。まあ、今回もね、ここ野田さん出てない。結構野田さんってね、重要人物の一人だと思うんですけど、なぜかこの相関図にはいつまで経っても出てきませんね。はい。まあ、石原のね、愛人である、まあ、野田ナースなんですけど、彼女は一応なんかこう、外出許可をくれたんですよ。で、みんな、この二人がね、病院の敷地内を歩いてると、みんな私たちのこと見てるよと。まあ、明らかにね、周りにいる、患者もナースも、ドクターたちも、二人を監視しているんですね。で、結構ね、人数結構いるんですよね。あれだけの事件が起きて、みんな引っ越したのかなとか、移転したのかなと思ってたんですけど、ドクターもナースも患者もね、結構いるんですよね。いや、あんだけね、殺人事件、連続殺人が起きたら、普通は閉鎖されると思うんですけどね。で、患者は移動になると思うんですが、どういうわけだかね、移動しないんですよね。これも不思議。で、相変わらずですね、顔に傷を負ってないのに、アリサちゃんは、包帯を巻かれていて、ずっとね、包帯巻かれっぱなしなんですよ。そろそろね、なんで包帯巻かなきゃいけないのか、ここら辺もね、不自然というかよくわかんないんですよね。けなげに彼女は顔に包帯巻いてるわけですよ。なんでね、顔に傷も何もないのに、包帯巻いてるんだろうっていうね。お医者さんたち、ドクターサイドも、普通にね、顔が傷がある体で包帯巻いているわけですよね。それを受け入れているアリサの、アリサが何を考えているのかもね、ちょっとわかんないんですよ。この違和感が、後々解明するんですかね。前も言いましたけど、カメラを止めるなバージョンかなと思ってて、要するにこれは、
春野翔太郎が描いて思い描いてる作中劇、もしくは彼が書いたシナリオ通りにみんながそれぞれの役を演じているみたいなね、うん、それもまだ完璧なストーリーではないので、まあ、いわゆるプロット段階のシナリオなので随所にあらが、ツッコミどころというか、あらがね随所にあるから、それを忠実にこの人たちは演じているからところどころおかしなところが出てくるのかなと、なんか今のところ僕はそう思ってます。未だにね、この物語劇中劇疑惑、自分の中では劇中劇じゃないのかなってね、 今でも思ってるんですよね。そのぐらいね、一つ一つ結構ね不自然なんですよ。もしくは演技の部分と演技してない部分がね、混在していて僕たち視聴者を騙している。まあ、あるシーンは演技のシーンなんだけど、もしくは、翔太郎くんの頭の中の出来事で、あるシーンは本当に起こってるシーンとかね。まあ、そうやって何かしらの形で作中作というか劇中劇が、僕たちを惑わしているんじゃないかなって未だに思ってて、それがね、捨てきれないどころか回を追うごとに確信に変わっていくじゃないけど、そうなんじゃないかなって思いがね強まってきます。やっぱりねおかしいですもんね、顔にずっと包帯巻いてるとか、いつまで経ってもこの病院を出ていかないとかね、やっぱりおかしいんですよ。で警察も全然こんだけの事件が起きているのに警察も全然こうね警備してないじゃないですか。警察の姿がほとんど見えないわけですよね。これもこれでね、いくらなんでも不自然というか、どうなんですかね。で、決定的なね、衝撃的な事件が起きます。彼ら二人の前で、飛び出してきたこの三上のおばあちゃんがトラックに轢かれて死んでしまうんですよ。はい、結構ね、これね、血がボーンって出てね、グロシーンなんですけど、まあこのドラマ結構グロシーン多いんですよね。まあ、深夜ドラマなので、この程度の、これくらいまでは許されるんですかね。あー、グロシーンね。まあ昔ね、僕はね、小学校の頃はですね、水曜スペシャルっていう番組があって、お茶の間ですよ。本当にゴールデンタイム、プライムタイムにね、人が死ぬ瞬間を集めた映像を、こう流すみたいな、そういう番組あったんですよ。ね、子供たちの見てる前でお父さんがライオンに食われちゃうシーンとかね。あとね、衝撃的だったのは、今でもちょっと覚えてんだけど、F1 レースあるじゃないですか。あそこにね、スタッフか誰かが飛び出してったら、その F1 にね、レーシングカーに引かれて、体が真っ二つに引き裂かれるシーンがね、空中でボーンって吹き飛ばされて、腸をね、内臓を吹き飛ばしながらね、飛び散らせながら、体が真っ二つに裂けるシーンみたいなのを、ま、ガチで流してましたからね。ワニに食べられちゃうとかさ。ねえ、昭和。ね、すごい時代ですよ昭和って。そういうねとんでもない、今だったらもうありえないような映像が、お茶の間に、それもねこのコンプラ、プライムタイムに流されていたんですよね。まあこの赤いナースコールもね、まあ、今回結構グロシーンは多いんだけど、まあ大したねといっても大したグロシーンじゃないんだけど、まあそれでもねこれは現代ではとてもじゃないけどプライムタイムには流せない。まあそれだけねコンプライアンスがいろいろとねうるさくなって、まあちょっと過剰な気もしますけどね、日本はね。まあ結局、ことなかれ主義がそうさせているんでしょうね。日本って本当にことなかれ主義だなと思うんですよね。未だにドローンが飛ばせない。ねえ、これからドローンっていうのはさ、介護とか、まあ少子化においてね、ドローンっていうのが必要になってくる時代なのに、そのドローンを未だにこ、普通に飛ばせないような、まあこの法案がね、法律で、そうなっちゃってる。まあ完全にどちらかというとは事なかれなんですよね。アメリカではね、このアマゾンの、配送にドローンを使おうなんて動きがあるのに、まあ、日本はどんどん取り残されていくみたいなね。まあまあそれはね、ちょっと話がずれてしまいましたけども。で、まあ結局ね、おばあちゃん死んじゃうんですよ。で、このトラックなんですけど、まあトラックの運転手は、まあ、事故だと言い張ってるわけですね、警察に。で、なんか別になんか、今までそのトラックの運転手も初めて登場した人物で、今まで出てきた顔出してない人物なんですよ。で、あんまりこう重要人物という扱いでもなさそうなんですよ。で、まあ、
一応警察は自己扱いなんですけども、アリサとね、特にアリサはあれは事故ではなくて意図的な殺人ではないのかっていうふうに彼女はどうも疑っているようなんですね。でね、翔太郎はそのトラックに実は見覚えがあるんですよ。トラックになんかトラカタイガーのね、アイコン、なんかロゴが打たれてたんですけど、で、彼の記憶はファッと蘇るんですが、この二人、第一話で、交通事故、トラックと衝突事故を起こして、まあ二人はね、この病院に入院する羽目になったわけですけど、その時に事故を起こしたトラックにも、その、虎のマークみたいなね、ロゴが打たれていたんですよ。はい。ということは、そのトラックは、もしかしたら彼らをね、事故を起こした、同じ会社のトラックなのか同じトラックなのかわかりませんけど、まあ、関係者である可能性が高いということで、そうなると、この老婆は確かに殺された可能性が高い。まあこれもね、病院の敷地内ですからね。で、彼らもこの病院に事故を起こして病院に運ばれてきた。そうなると、あのトラックの持ち主というか運送業者は、この病院と繋がっている、まあそんな考え方もできますよね。で、アリサちゃんは翔太郎に、翔太郎というか刑事にですね、この二人の刑事に、おばあちゃんは認知症のふりをしていたんだってことを伝えるんですよ。病院の事情を知りすぎているから殺されたんだと。まあ、生前はね、私は知りすぎているから殺されるみたいなことを言ってたから、今回それによって殺されたんじゃないかと。つまり病院関係者の仕業によって殺された。まあ、おそらく院長の差し金じゃないかと、まあ、アリサは考えているわけですね。で、刑事、この二人の刑事はですね、まあ、工藤刑事は院長と会って、院長に釜をかけるんですよ。ね、三上のおばあちゃんが亡くなって、院長ほっとしたでしょうって釜をかける。そうしたら院長は、いえいえいえ、あの老婆は、実は私の、実の母親なんですよ、と。はい、ここで初めて分かりました、この二人の関係がね。ただの、ドクター院長と患者の関係ではなくて、なんとこのおばあちゃんね、院長の実の母親なんですよね。で、認知症が出てきてしまったから自分の病院に入院させたと言ってるわけです。で、彼女にはね、私は認知症のふりをしているだけなんだみたいなことをずっと言ってたわけですけど、院長は、まあ、認知症だから自分が認知症であることを認めてないだけで、いや、実際本当に認知症なんだよと、まあ主張しているわけですよ。私はもう実の息子だから、このね、お母さんが認知症であるのか、それとも詐病なのか、それを見分けることはできると、まあ言ってるわけですね。まあ確かに酔っ払った人間が、いや俺酔っ払ってないよって言いますもんね。認知症の人間も、まあ、場合によってはね、認知症のふりをしていると思い込んでるかもしれないんで、まあ結局妄想ですからね、いろんな妄想を引き起こしますから、認知症っていうのはね。だから自分は認知症のふりをしているという妄想、それも認知症の症状かもしれませんね。まあ、まだらなんでしょうね、それにしても。記憶が、なんていうか、こう、ちゃんとはっきりするときもあれば、意識がはっきりするときもあれば、もう記憶が曖昧になっておかしくなってしまうときもあるっていうことで、まあ、院長の言ってることもね、まあ、確かに、嘘なのか本当なのかっていうと、まだ判断がつきかねる。本当にこの人は認知症だった可能性も結構あります。で、アリサは認知症のふりをしていると思わされているっていうね。で、そのおばあちゃんが殺されちゃったから、院長によって、まあ、院長の差し金だろうと。だけど、その院長の実の母親だったと。まあ、これはね、警察にも言ってるので、まあ、調べればわかることですからね。嘘はついていないと思います。まあ、これね、院長えのきだっていう名前ですけど、これ三上のおばあちゃんなんですよね。名字が違う。それは、彼がね、えのきだ先生、院長が、えのきだっていう、まあ、婿養子なんですよね。だから、旧姓は三上だけど、婿養子に入ることで、名字がこのえのきだに変わったんだと、まあ、そう言ってるわけですね。で、今回はね、もしこれが殺人だとするのであれば、はい、チャイコフスキーの音楽が流れてないんですよ。
で、ここでね、病室のシーン、この313号室の病室のシーンに移って、で、これね、本当にね、毎回毎回必ずあるんですけど、メタ演出があるんですよね。要するに、彼は脚本家なんで、この出来事をなんかドラマにしようとしていて、で、犯人は一体誰でしょうね、みたいなことを、いつもこう、いつも話し合ってる時にですね、西垣がやってきて、あなたの番ですを引き合いに出すんですよ。まあ、あれもね、秋元康さんプロデュースの番組なんでね、まあいいんですけど、で、彼女言うんですよ。普通はこういう忌まわしい事件が起こると、マンションとか病院を出ていくもんですよねって。そう、これはね、もう前々から僕が言っていた、突っ込んでいたことなんですよ。なんでこんだけの事件が起きてね、未だにみんな病院に居座っているんだっていうね。いや、おかしいだろうと。だからこそ僕はこれはね、作中作じゃないかと、劇中劇じゃないかと言ってるわけなんですけど、それをね、あえてこの西垣が言うんですよ。それに対して、その答えがですね、なんでこの人たち皆さん出ていかないんですかと。するとね、それを聞いていた山根が言うんですよね。人にはそれぞれ事情があるから、出ていかないんだと。世の中は事情で成り立っているんだよと。つまり、それぞれに、彼らはそれぞれに出ていけない事情があるから、この病院を出ていかないんだと。それが密室を生み出す。なんか、なんともね、禅問答みたいなやりとりだったんですけど、まあ、まあ彼ら確かな保険会社がどうとかね、津田は保険会社がどう、保険会社の関係でこの病室から出ていけない。津田は津田で、勤務先の会社の関係、まあここの病院を指定してるから出るに出ていけないみたいなこと言ってましたけどね。まあそれもなんかおかしな話ですよね。別にもう命がかかってるわけだからそんなこと言ってる場合じゃないと思うんですけど、そんな入院費が出る出ないでね、殺されるかもしれないのに、こんなとこにいつまでも居座ってるっていうのはね、やっぱ明らかにおかしいわけなんですよ。だけど、まあこのドラマの中では、まあ事情があるから出ていかないんだってことを強調していましたね。これは一体何を意味するのかっていうね。まあこれで到底ね、じゃあ僕たち聞いてる側、この視聴者側は、それで納得できるかって言ったら、まあ到底納得なんかできやしないですよね。これ一体、このメタ演出は一体何を意味するんですかね。なんともまだちょっとね、考えがまとまらないんですけど、未だに僕はね、これ劇中劇を疑ってるわけですよ。もしくは、まあ、ドラマの、ここは本当の現実のドラマのところで、現実のパートで、まあ、いわゆる彼がそのドラマを作って、みんなにそのドラマのね、まあ、なんだろう、この、話をして、アイディアとか、話をしているみたいなね。なんかそういう楽屋的な、まあいわゆる、これ、彼らは演技をしているだけなんで、まあ一種の楽屋話みたいなね、シーンなのかなとちょっと思いました。未だに僕ね、劇中劇疑惑捨てきれてないんですよ。だけどね、劇中劇、もし本当に劇中劇だったら、まあ、がっかりですよね。がっかりというか、皆さん怒りますよね。で、この言うんですよね。まあ、翔太郎は前も言ってましたけど、この出来事、この事件を、後にドラマ化するつもりなんですよね。そのことを宣言していて、まあ、じゃあ犯人は一体誰なんだろうっていうね。犯人見つからないことには、ドラマになりませんから、犯人は一体誰なのみたいな話をしてるわけですよね。これがね、おふざけなのか、メタ演出のおふざけなのか、それとも犯人、解明につながる何らかのヒントなのか。ちょっとね、このドラマのわかんないとこって、どこまでがメタ演出で、どこまでがドラマなのかっていうのがね、本当にわかんないんですよね。まあ、それは劇中劇だと想定すると、なおさらわかんなくなるというね。はい。真面目に推理する意味が本当にあるのかな。よくわかんないんだけど。で、今度次のシーンはね、山根と西垣の会話のシーンですね。で、西垣聞くんですよ。問いただすんですよ。山根さん、なんで春野くんから受け取った手紙を捨てたんですかって答
その手紙は、まあ、アリさんに対する、アリさんに送る手紙だったんですけど、山根は受け取ってね、私が恋のキューピッド役、配達人になってあげるね、つって、手紙を受け取ったけど、彼女に渡すことなく、ゴミに捨ててるんですよね。そのことを西垣は見ていたので、知っていて、彼女に問い詰めるわけですよ。なんでそんなことしたのって。そしたら、山根は、なんでだろうって。非常にね、曖昧な返答でした。まあ、これもね、十分納得のいくような返事はなかったですね。すごく曖昧な、返事でごまかしてました。で、その、山根美久はそのままね、なんかこう、人影を感じて、階段登っていく人影を見て、その後追うんですよ。で、屋上に出るんですが、その階段は屋上に通じてて、屋上に出るんですが、人影は見当たらず、で、後ろから声かけられた。でも、それは、ナースの、野田だったんですね。まあ、野田、先ほどの人影が野田だったのかどうかはちょっとまだわかんないんですが、ただね、そのシーンでは石原が実はいたんで潜んでたんですね。もうちょっとなんだろう、煙突じゃないけど、まあ倉庫かな、そこ。倉庫なんだろうな、の屋根の上に乗って、座ってシャボン玉を吹かしていたんですが、その石原に山根は気づかなかったんですね。だから屋上に登った人影はもしかしたら石原なのかもしれないけど、まああんまり意味があるのかないのか、まあそもそもこの人影がね、何の意味をするね、電気ノコギリの犯人のように思わせるただのミスリード、まあ、ただの時間稼ぎなのかもしれないんで、ここはあまりちょっとね、当てにならないなと思ってます。で、今度はね、野田と、ナースの野田とね、アリサ。本当にね、野田が出てきてもいいと思うんだけど、この中にね、野田は出てきてないんですよ、この、相関図の中にね。野田とアリサの、まあ、会話なんだけど、まあ、彼女言うわけですよ。あれはね、おばあちゃんのあれは事故じゃない。殺されたんだと。おばあちゃんは知りすぎていたから殺されたんだと。まあ、ずっと言うんだけど、野田はね、まあ、あんまり相手にしないわけですよね。いや、そもそもね、まあ、彼女またね、野田は顔に包帯巻くわけですよ。アリサちゃんの顔にね。ほんと、これがね、ほんとさっぱりよくわからないんですけど、なんで彼女はいつまでもね、包帯を巻くことを受け入れているのかっていうね。だって、傷がないんだから、包帯巻く意味ないし、彼女も本当にわかんないんですよね。こっから出て行こうともしないし、両親に連絡を取ろうともしない。その割に怖い怖い言ってるわけですよ。で、包帯をね、巻いて、律儀にちゃんと包帯巻きながら寝るときもね、包帯巻いたままなんですよね。これがね、本当にわかんなくて、これ何を意味してんのか。彼女は一体、何を考えてるんですかね。これが本当にわかんないんですよね。すごく不自然なんですよ。で、ここで初めてですね、まあいろいろとこの三上のおばあちゃんの話をしたんですけど、三上のおばあちゃんが病院長のお母さん、実のお母さんであることを知らされて、まあ彼女自身驚くわけですね。まあ、三上のおばあちゃんもおばあちゃんで、これほどね、何でもこういろいろと、腹を割って話せるような関係になったわけでね。じゃあ彼女に自分が院長の実の母親だっていうことをね、彼女にはそれ言わなかったんですよね。だからそういう意味で本当にもしかしたら彼女、このおばあちゃん本当に認知症だったのかもしれないですね。認知症のおばあちゃんに認知症じゃないと、まあ騙されて、まあ僕たちも視聴者も混乱させられたっていうね。まあ、そのためのミスリード要因だったのかもしれないですね。何なんだろう。はい。で、次は石原と、今回ね、いろんなこうツーショットが多いんですよ。次はね、石原と西垣のね、二人のシーンですね。西垣はね、石原は西垣を CT スキャンにかけてるんですよ。で、まあそこでね、なんか妙な駆け引きがあるという、ちょっとエロチックな駆け引きがあるんですね。最後、石原はね、白衣を脱いでって言うんですよ。まあ、実際脱いだシーンは映しませんでしたけど、その時ね、CT スキャン、脳の断面図が出てくるんですよ。僕ね、CT スキャンの読み方知らないんで、わからないので、よくわかんなかったんですけど、あの脳って異常なんですかね、あの CT スキャンの像って。別に異常とは見えなかったんですが、
変な空洞とかね、空白がなかったから異常なしだと思うんですけど、まあ医学の知識のある方ね、CT スキャンに何の意味があったのか分かる方がいたらね、教えていただきたいんですが、別に普通でしたよね。変な空洞とか空白なかったもんね。まあ脳が萎縮してたりとか、カスカスになってるみたいなね、密度がなくなってるとか、なんか腫瘍ができてるとか、そういった映像ではなかったと思うんですけどね。あれは何を意味してるのかな。はい。で、また次飛んで、ツーショットシーンですね。今度、院長とアリサなんですよ。アリサの病室で院長とアリサが会話をしているんですけどね。まあ、この、まあ、話題はこのおばあちゃんのことですよね。まあ、院長は、彼女は認知症だと間違いなく、私の、母親であり、間違いなく認知症。だけど、彼女はね、認知症のふりをしてたって言ってても、いや、それも認知症の症状だと。もう妄想だよみたいな感じで、間違いなく、三上のおばあちゃんは認知症だよっていうことをひたすら訴えていましたね。ただ彼女言うんですよ。いやいや、おばあちゃんは知りすぎていたから死んだと、殺されると言ってましたって言った時に、それについて何か聞いたって言って、ちょっとそこら辺はね、どうも気にしているみたいなんだけど、アリサは知りませんと答えて、若干ほっとしたような表情を見せるんですよね。で、アリサがですね、最後、すごく真剣な表情で、院長に一つだけ嘘をつかないで教えてくださいって言うんですよ。あのおばあちゃん、本当に事故ですかと。そしたら院長は、あれは不運な事故だよって答える。それをね、アリサはね、意味深にじーっと見つめるんですよ。その時の表情が、ちょっと怖い。何かこう抱えてるようなね、ちょっと不穏な表情でしたね。はい。で、今度ね、またツーショットシーンが変わりまして、次はね、院長と石原のシーンですね。で、どうもこのシーン、石原は院長のよからぬ、なんか、秘密を握っていて、まあ、お金を要求するんですよ。ゆするんですよ。これは表、マスコミに出したら、困ることになる、とんでもないことになる、何か情報を握っていて、院長をゆするんですね。お金が欲しいと。何か石原は、院長にとって、よからぬ、何かね、院長にとってはね、ちょっとアキレス腱になるような、情報を握っているようです。まあ、この流れからいくとね、石原ドクターも、まあ、近々殺されるフラグっていうか、死亡フラグは若干立ってる気がしますね。そしてね、今回のハイライト、この刑事の二人のシーンですね。でね、まあまあ、今までの流れからですね、この二人の刑事が怪しい、特にこの加藤ですね。なんかこう、目立つようで目立たない。でもなんか、僕たち視聴者に微妙に印象を残すキャラクターなんですよ。こういった人物がね、犯人に仕立てやすいというか、まあ、ミステリー作家としてはこういった人物をね、犯人にするんですね。まあ意外っちゃ意外ですからね。まあ実際、まあおそらくこのドラマを見ている人たちも、この加藤が犯人じゃないかって考察してる人もいるんじゃないかな。ね、で今回ですね、大きなこの2人にとって大きな動きがあるんですね。これもちょっとよくわからないんですけど、急に加藤がですね、工藤に今から私あることをするんだけど、それは知らなかったことにしてくださいって言うんですよ。そしたら工藤がいいよって感じで、で何をするかというとですね、何をするかというと、こういきなりですね、病院に入ってって、なんと彼女ナース姿になるんですよ。で、前々から思ってたんですけど、この役者さん、なんか芋臭い顔してるんですけど、やっぱ可愛いんですよね、綺麗。やっぱり女優さんですね。ちゃんとお化粧して、やるとね、なかなか色っぽいというか、なんかね、おじさん殺し的な、なんか僕もね、こういう女性には弱いんですけど、まあ、僕らみたいな、おっさん殺しみたいなね、ちょっと変な色気を持った、可愛い女性なんですよね。で、この加藤がですね、ナース姿になって、この病院を、夜の病院を巡回して、
まあ、犯人探しをするつもりなんですかね。なんで急にこれをやろうと思い立ったのかがちょっとわからないんですけど、まあ、結構唐突になんかあのナース姿になって、病院の提出を始めるんですよ。でそのね始める直前にですね、工藤に向かってこう言うんですね。工藤さん、実は工藤さんって私のこと好きでしょうと。で工藤は工藤でなんかこう、なかなかこう逃げ切らない対応するんですけど、私は明日、見合いのために実家に帰りますって言うんですよね。だから返事は明日まで待ちますみたいな。まあ加藤もどうもね工藤のこと好きだったみたいね。まあ工藤もね加藤に気があるみたいで、実はこの二人両思いだったんじゃないか。でもこういうとこで告白するってさ、なんかこれから危険なことをしますけど、そうなる前に私明日にはいない、もうこのまま殺されいなくなるかもしれないから聞いときますけどって感じでのやり取りなんですよね。もう本当にわかりやすい死亡フラグですよね。まあ加藤に死亡フラグが立ってるわけなんですけど、はい。でね、次ね、山根とまた西垣のシーンになって、で、山根がね、西垣に言うんですよね。西垣、あんた、恋してるでしょ？最近綺麗になったよねって。いやいや、別にそんなことないですけど。そしたら、またちょっと言うんですよね、彼女に。石原先生とユッケには気をつけてって。西垣、どういう意味ですかって。そういう意味よ、みたいな。なんとも意味深なね、この二人の会話。なんかこうベッキーもね、山根美希もなんか知ってるみたいですよね。ユッケに気をつけてってね、なんかユッケが最近出てくるんですよ。ユッケに気をつけろって。まあユッケは確かにね、食中毒になって、まあ実際、過去にね、焼肉のチェーン店で死亡事故が起きて、ユッケが危険だっていうことで、まあこの保健所もね、結構チェックが厳しくなってるみたいなんですけど、このユッケに気をつけてっていうのはね、どういうことなのか、何か意味があるんですかね。そして、病室のシーンにまた戻ります。でね、なんか後藤田がね、なんかちょっと病室出ていろいろ調べてきたらしいんですけど、他の病室はすでにガラガラだったっていうんですよ。このドラマのね、最初、今回の最初のシーンではね、結構患者さんいたと思うんだけど、まあいつの間にか、移動されてたみたいですよね。で、今更ながら彼ら気づくんですけど、それぞれこの患者たち、病名がバラバラなんですよ。病名がバラバラなのに、一つの病室に集めるのは不自然だというわけですね。やっぱりだからまとめて殺したい、みたいな感じなのか。で、あとね、薬の量が増えていると、まあ、津田が言うわけですよ。明らかに薬の量が増えている。まあ、それに対して春野は、この病院は、まあ、経営が厳しいから、薬の量を増やして保険の点数をね、上げているんじゃないかっていうことを言ってましたけどね。まあ、今結構ね、保険指導厳しいんで、なかなかそういかない。あと、医薬分業ですしね、薬ではね、なかなか儲からないんですよ。薬価差益ではね。で、まあ、一応、そんなやりとりがあって、次ですね、この加藤、まあ、ナースに扮してね、まあ、いろいろ病室の中を巡回するんですけど、アリサの病室に入ってくんですね。で、こう、忍び込むように入ってくんだけど、まあ、アリサはベッドの上で、顔に包帯巻いたままで寝てるんですよ。で、加藤は加藤で、入ってくんだけど、アリサはどうも寝ていて、加藤の存在には気づいてないみたいでした。でね、加藤一体何をしたかったのかな？別に何をするまで、する風もなくね、いろいろ、なんか、一応確認して、異常がないことを確認したら、部屋を出ていくんですが、で、病室から出てきたところを、背後から何者かに襲われるんですよ。口に、クロロホルムかな？ハンカチ？布を、当てられて気絶しちゃうんですよ。まあ昔はね、クロロホルムで気絶させるってよく言うんですけど、実際ね、クロロホルムでは気絶はしません。だから何の薬液なのかちょっとわかんないんですけども、まあどちらにしても気絶しちゃって、で、目が覚めるんですよ。そしたらすっごい狭いね、中に閉じ込められてる。
なんかね、周りがもう完全にこう、なんだろう、蓋がされていて、すごい狭いんですよ。もう人間一人が横たわれるスペース。どうも棺桶なんですね。なんで棺桶っていうことで。で、彼女はね、拳銃も持ってるんですけど、まあ、護身用のために、拳銃を身につけていたんですけど、その拳銃も抜き取られているんですよ。で、次のシーンは、工藤が目を覚ますんですね。で、工藤ね、どこにいたかっていうと、捜査本部にいるんですよ。このね、工藤って、加藤を病院に見送ってるわけですよね。で、まあ、殺人鬼がいるかもしれないし、加藤のことを心配していたはずなのに、病院にいないんだよね。なぜか捜査本部に戻ってんですよ。こういうとこもね、なんかこう不自然というかね、加藤のことが心配で何か起こった時のことを考えて、普通だったら病院に、の、まあ、病院にいると思うんだけど、別に彼がここに病院にいたところで問題はないはずですしね、警察官なんだから。まあ、なぜかね、捜査本部で目を覚ますんですよ。で、嫌な予感がして、加藤に電話かけるんですけど、繋がらない。で、工藤は血相を変えて、病院に駆け込むわけですよね。そしたら、霊安室に彼女の電話が落ちているんですよ。で、棺桶の中で出して出してとこうボン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 叩くんですけども、で、やがてね、チャイコフスキーの音楽が流れてくるんですよ。で、いきなりこう炎が上がるんですよね。どうも焼却場らしいですよ。もう棺桶は焼却場の中に入れられて、どうも火がつけられたらしいんですよね。で、工藤は工藤で、霊安室で、加藤のスマホを見つけるけども、加藤が見当たらないと。で、焼却場でね、どん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 火が回ってきて、実際、もう彼女の顔とかもうやけど状態で、まあ火が完全に回ってるので、まあ、あの状態でね、助かるとはとても思えないから、まあ、おそらく彼女はね、今回はね、死んだとははっきり、まだ焼かれてるところで終わったので、死んだかどうかまでははっきりしていないんですけども、まあ、おそらく焼き殺されるんじゃないかな。で、今回ですね、チャイコフスキーの音楽が流れていたので、これは一連の連続殺人、病院の中の連続殺人ではなくて、チャイコフスキー殺人のによる手によるものだという、まあ、そういうエンディング、締めくくりでした。さあ、どうなんですかね。まあ、みんなね、僕も一時、加藤は犯人候補。怪しい犯人の候補の一人として、まあ、挙げていたんですけど、ただね、今回の事件って、2種類の犯人がいる、殺人が起こってるわけですよね。一つはチャイコフスキー殺人事件、もう一つはチャイコフスキーの音楽が流れない、殺人事件、まあ、榎田病院、主に榎田病院の内部で起こる、事件ですね。チャイコフスキー殺人事件っていうのは共通点があって、まずチャイコフスキーの音楽が流されるのと、あと体の一部がね、切断されて、それがどっかに持ってかれちゃうんですよ。だけど、榎田病院で起こる事件っていうのは、まあ、体の一部切断されたりとかするんだけども、まあ、どっかに捨てられてたりとか、まあ、結構雑に扱われてるんですけど、チャイコフスキーの方は、切断された戦利品が、まあ、犯人によって持ち帰られているみたいで、持ち去られてるみたいで、見当たらないという、まあ、それは大きな違いなんですよね。だから手口っていうか、まあ、切断したりとか残酷な手口は一致するんだけども、この戦利品、遺留、切断した体の局部に関しては違うということで、犯人は2人いるんじゃないかっていう、まあ、見立てなんですけども、まあ、確かにね、この物語、犯人はおそらく2人、複数犯だと思うんですよね。チャイコフスキーの事件と、チャイコフスキーじゃない方の事件は、僕は別だと思います。で、これは本当に大胆な推理になるんですけど、チャイコフスキーじゃない方の榎田記念病院の事件は、もしかしたら犯人はね、加藤なんじゃないかな。加藤かもしれないですね。で、チャイコフスキーの犯人は、加藤が榎田病院。まあ、要は、榎田病院で起きてる一連の事件も、どちらかといえばチャイコフスキー事件を、
のコピーキャットっていうか、模倣犯に近いんで、チャイコフスキー事件の犯人は、そいつが許されなかったんですよね。許せなかったんでしょう。まあ、何らかの方法で犯人が加藤であることを突き止めて、加藤を殺害したのではないかなと。で、今回、チャイコフスキー殺人事件であれば、加藤は焼き殺されるだけではなくて、まあ、どっか一部、体の一部がね、持ってかれるんでしょうね。と思います。まあね、なかなかね、今回は本当にショッキングな出来事が最後に起こったので、まさかね、加藤が殺される、次の犠牲者が加藤だとは思いませんでしたね。皆さんどうでしたか？まあ、今回ね、死者が2人出てるんですよね。この三上のおばあちゃんと加藤という、結構重要な人物が、この物語の舞台から降りてしまうってことになるわけで、まあ犯人像がね、なかなかこう、もともとね、登場人物が少ないんで、まあもし2人ね、チャイコフスキー事件と病院の中で起きてる事件があったとして、まあ別人物で、まあもしね、榎田病院内で起きてる事件の殺人犯が加藤だったら、あとチャイコフスキー事件はこの中にいるってことですよね。工藤はね、今回やっぱり違うと思うんですよね。まあさすがに今回工藤の一人称視点が描かれて、加藤にわざわざ電話したり、加藤のところにね、病院に駆けつけていて、それは誰か一緒に誰かいるわけじゃなくて、個人のね、単独行動でやってることだから、まあ彼のね、演技のない一人称視点なんですよね。だから、加藤を殺したのは、工藤ではない。わけですよ。駆動ではないわけですね。だからもし、チャイコフスキー事件の犯人が加藤を殺したとするのであれば、チャイコフスキー事件の犯人は駆動ではないっていうことが成り立ちます。だから、駆動は今回ね、もう容疑者から外していいんじゃないかなって思ったりはするんですけどね。ただチャイコフスキー事件って、この病室にいた人たちは、まあ、絶対起こせないですからね。彼らアリバイありますから、病室にいたっていうアリバイがあるから、チャイコフスキー事件の犯人にはなり得ないんで、まあ、チャイコフスキー事件はやっぱりここら辺、この4人の、いずれかってことになる。まあ、アリサもちょっと無理なんですよね。まあ、あと、病院内の殺人事件は、まあ、ありさはまだあり得るかな。加藤はどうなんですかね。この加藤という存在がね。まあ、僕は今回、榎田事件の殺人事件の犯人は加藤じゃないかなと見てるんですけど。で、チャイコフスキー事件は自分のね、やってることを模倣するコピーキャットである、犯人が、まあ、この榎田事件のね、犯人が許せないというか見過ごすことができないから、まあ自分なりに、犯人を特定して、まあ手を下したっていうね。まあなんでそんなことをするのかって話でもあるし、加藤は加藤で、チャイコフスキー殺人犯をおびき寄せる罠を自ら自分を、おとりにして、やったのかなって。もしかしたらですよ。これ本当にもしかしたらというか、まあ、かなり無理筋な推理なんだけど、彼ら死んでない、死んだ、殺された、死んでない、殺された体にしてあって、要するに、チャイコフスキー、まあ、警察の本丸は、チャイコフスキー殺人事件の犯人であって、で、そのチャイコフスキー殺人事件をおびき寄せるために、まあ、彼らが、こう、殺された体にして、榎田記念病院でね、殺されたというふうにして、まあ、いかにもチャイコフスキー殺人事件のような手口で殺されてるみたいな形にして、実際の本物の真犯人が、こちらにね、出てくるのを狙って
いたのかなみたいな、そのための演技、全てはそのための演技みたいなね。なんでこんな演技をしたかっていうと、まあ犯人がどこに潜んでいるからわからないからとかね。まあちょっとかなり無理があるかな、それもね。まあ無理はありますね、それは。まあとはいえね、やっぱり劇中劇が未だに捨てられないんですよね。だってもうね、これね、あれですよ、こんだけめちゃくちゃな話、もうこう無理やりな話に、もしラストでね、終盤で、あの最終話で全てにおいて合理的な説明がつけたら、これはこれでね、とんでもない大傑作ミステリーになりますよ。だってこんなね、無茶な話、もう今の現時点でかなり無茶ぶりじゃないですか。もうめちゃくちゃですよね。うん、こんなものに合理的な、誰もが納得いく合理的な説明がつけることができたらね、これ天才ですよ。本当に天才だと思いますわ。うん、まあ多分僕もね、これ考察とか言って考察してるけど、いやいや考察っていうかね、もう無理やりな、めちゃくちゃね、無理くりな話に、もう無理やり推理してるみたいな感じですからね。まあほぼ当てずっぽというかね、まあいろんな人たちがおそらくいろんな推理してると思うんだけど、まあ現状ね、どんな推理しようと当てずっぽにしかならないと思うんですよね。うん、そのぐらいこのね、ドラマはミステリーとしてはね、かなり無理くりなんですよ。ちょっとね、説明がつかないというか、おかしなところがいっぱいありますからね。まあ一番しっくりくるのはね、本当に劇中劇ですよ。これが一番しっくりきますね、劇中劇。劇中劇の部分と楽屋落ち、楽屋ネタの、楽屋話の部分がこう微妙に交差してるというかね、まあ、そういう展開だったらいろんな意味で説明はつくんですよね。ただ納得できるかどうかは別問題ですけど、皆さんがね、それについて納得できるかどうか、そういうオチが受け入れられるかどうかはもう全く別問題ですけど、まあさすがに怒りますわね。10話も引っ張っといてさ、実は劇中劇でしたではね、M ナイトシャマランかよみたいな話になりますからね。まあなんとなくね、どうなんですかね。もう M ナイトシャマランもびっくりな展開になってますけど、ただね、まあ、むちゃくちゃで無理くりなんだけど、もう面白いんだよね。悔しいけど。悔しいけど気になる、続きが。今回もね、結構ね、まだまだ続き気になりますよ。もう、次回作が気になってしょうがないからね。というわけでね、次回作なんだけど、出てるかな？次回作、第エピソード7なんだけど、まだ出てないですね。いつもね、この番組の内容に2行ぐらいね、次回の予告説明が出るんですけど、まだ出てないですね。仕事が遅いんだよな。さあ、どんな展開を迎えていくのか。犯人は一体誰なのか。はい。まあ、劇中劇でなければ、榎木田病院はね、の殺人犯は加藤かな。あと4話あるんだよね。まあ10話だとすると7、8、9、10、4話ある。まだ4話これ引っ張っていけるんですかね。謎が謎を呼ぶんだけど、登場人物も随分減っちゃいましたもんね。木村死んで、木村、下塚、滝中がもういませんですから、この3人がね。で、おばあちゃんも死んで、まあ、加藤ももし死んだら加藤もいなくなるわけですよね。もう登場人物半分ぐらいいなくなっちゃいましたから、まあ、こうなんていうか、この中に犯人がいるのかどうかなんですけどね。チャイコフスキー殺人事件は、この中にいるんですかね。それとも、全く、なんだろう、この病院とは関係のない人間なのか。
まあ、今回キーになるのはね、一番さらっと流されていたけど、石原が院長を脅すシーンになったんですよね。こうマスコミが飛びつきそうなネタですよと。で、お金を要求して揺すってるわけですけど、なんかこの院長、よからぬことを裏でやっていると。で、病院がやるよからぬことっていうと、まあ、不正とかね、まあ、保険の不正請求とか、まあ、医療ミスとか、の医療ミスの隠蔽とかだと思うんですけど、それではない気がすると、やっぱり生体実験かなみたいな、なんかやってはいけない倫理に、反するような生体実験をしているのではないかと。で、その生体実験がですね、何なんですかね、生体実験。死なないとか。不死身とかさ。体を切られても元に戻るとか。いわゆる細胞再生ですよね。まあでも、いくらでもちょっとね、首切られて生きてるとかまた、まあちょっと SF にも程があるよね。まあ、警察が絡んでいる以上はね、死体処理はちゃんとされてるはずだから、まあ、遺族もいるでしょうしね。このね、院長が隠している秘密、石原がゆすっている、それが何であるか分かればね、ある程度はちょっとね、おそらく目算がつく推理にね、目処が立てられると思うんですけど、これが分からない以上はね、もう本当に当てずっぽうというか憶測でしかないんですよね。おそらく生体実験じゃないかと。ただ生体実験と思わせるような伏線がね、今んとこ年齢、不自然な年齢しかないんですよね。21歳設定。この21歳設定が、もしかしたら、院長の生体実験に絡んでいる？で、元妻ですよね。院長の元妻で、元お母さんですよね。だから元義理のお母さんですよね。そもそもなんでこの西垣はこんなことしているのかっていうのもよくわかんない。まあ、あの病院内をスパイしてるわけですよね。院長が放ったスパイということで、まあ、この、秘密を守っている人間なのかな。で、その西垣は、この石原とね、接触しているわけですよね。接近している。まあ、何かしようとしてるんでしょうね。なんか石原はそろそろ死亡フラグが立ってきたような気がするんだけど。石原死んじゃうとね、でもまだもうちょっと引っ張るかな。石原死んじゃうと、もうあと本当に少ないですもんね、残ってる人たちが。チャイコフスキー事件はね、この2人はありえないんですよ、この3人はね。ただ、病院内事件は、加藤が犯人でなければ、この3人のうち誰かっていうこともあり得るし、この2人がね、グルになってるってこともありえますよね。だって313号室、この3人はね、比較的こう、スムーズに殺されたんですよ。立て続けにね。だけど、どういうわけか、この2人は、ずっとこう、それからずっとこの2人が殺される気配ないですからね。この2人、なんか、微妙に生きてますよね。この3人はスムーズに殺されたのに。さあ、皆さんどう考えますかね。加藤は死ぬのかな。やっぱりでも、今日のラストシーンを見る限りでは死にますよね。まあ絶対生きてられないと思うんだけど、焼け死ぬ。でもチャイコフスキー事件の
犯人が手をかけてるんですよね、音楽かけてるから。音楽かけているのにチャイコフスキー事件じゃなくて、この榎田病院事件の犯人がチャイコフスキーの音楽をかけているっていうのはちょっとアンフェアですよね、もしそうだとすると。まあ、それはさすがにね、しないと思いますけどね。やっぱりこのある種様式美は守るんじゃないかな。はい、そんなわけでね、はい。まあ、次回もね、めちゃくちゃ気になりますけども。というわけでね、赤いナースコールは、最後まで完走できそうです。純愛ディソナンスがそろそろ怪しくなってるんですけど、まあ、なんとかね、こちらのね、赤いナースコールは最後まで見れそうですね。初恋の悪魔は、まあ、面白いとは思うけど、めちゃくちゃ楽しみというわけでもない。まあ、見ない回があったら見なくてもいいみたいな感じはしますけど、まあ、赤いナースコールはちょっと見逃せないかな。はい。結局、今回、まともに考察できるのはこのドラマだけでしたね。でもね、やっぱり、マイファミリーとか、容疑者、真犯人フラグに比べるとね、やっぱり、視聴者が少なすぎるよ。まあ、深夜ドラマだからしょうがないんだけど、やっぱりこう再生数にね、僕の動画でも再生数に如実に現れますね、視聴率っていうのは。やっぱり極端に低い視聴率のドラマは、その考察ドラマも、やっぱり再生数はあまり伸びていかないというか。まあ結構あなたの番ですっていうね、ドラマのタイトルが今回出てきましたけど。まあそこで提示されたね、なんでこんな事件が起きているのにこの人たちは病院を出ていかないんだっていうことに対して事情があるからっていうね、なんとも、いやこれで納得はできないですよね。ここら一体何なのかな、やっぱり劇中劇じゃないのかな。 いや、本当にね、これはもう無理くりです。無理くり。もう全てがね、無理くりなんで、僕自身も無理くりな考察をしてるわけですよね。果たして、このドラマ、最終話で、本当にちゃんと納得できる、合理的な、整合性のある、オチがつくのか。もうそれだけがね、気になります。誰が犯人かっていうよりは、このドラマに合理的かつ整合性のあるオチがつくか。そこが気になりますね。もしそれをできたなら、いやもうね、秋山康さん、マジ天才です。弟子にしてほしい。はい、まあそんなわけでね、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。